今回ねワールドシャウラでね巨大魚を狙っていきます。ワールドシャウラ&ステラ、典型的なこの道具バザーやっていきましょう。はい、ボート乗っていきますよ。おお、足元気をつけてね、これ転んだら危ないからめちゃめちゃやばいから本当気をつけて、はい、足元気をつけてね。おお、今日は巨大魚がね出るかどうかちょっとわかんないですけど、メータークラスの魚がまたね取れればいいかなと。で、18ワールドシャウラとステラのワールドシャウラの使い心地をね皆さんに説明しながらやっていこうかなと。船長、今回巨大魚出ますかね。巨大魚、1メータークラスのちょっと魚を取りたいな厳しいですか。1メータークラスは昼間だったらサマラヤであるんですけどね。あ、そうですか。これ竿置いちゃっていいですか。いや、でもそれも多分出るよね今日。これ匂いがするもん。どれっかいのだ。おー、ミキも出るよね今日。1メータークラスだけ狙いに行くから。結構ね、自分は典型的な道具バザーって言われてるんで、ちょ、道具だけ1人前にしてきました道具だけ1人前で。今8時ぐらいなんですけど、ライフジャケットしてください。ミキどうですか。いや、贅沢ですねこれ。ああね、貸し切り贅沢な感じで奥さんと来たいですね。あ、2人でね、はい、夜景天気がいい日ならいいかも、ね、クルージングだけでもセムどう。何、いや、言いたいことあったら聞きますよ。一応僕年は僕の方が5個も6個も下なんで、いつもすいません、ため口で大丈夫、今日立てますよ先輩を。もう50の大台に乗るっていう竹山先輩、年の5つやね、実は関係ない。あ、そう、100億レスパンで考えたら、そっか、たわやもないことで、うん、大丈夫よ全然。あ、ちっちゃいこと、うん、俺からしたら0歳の人も、うん、俺みたいに50超えた人も、うん、同じ、一緒一緒。あ、100億年スパン、宇宙空間のこと考えたら、考えたらね、うん、まだまだあいつは子供だとか関係ない、うん、ああ、なるほど、みんな同じなんだ。あ、みんな一緒。そうそうそう釣れるといいですね先輩今日。いや、今日釣れるよ、うん、さあ向かっていきましょう。夜の名古屋綺麗ですね。これいい景色だね。おお、車だ。何ブリッジこれ。ちょっと今回巨大な魚が結構来てるみたいなんで、ちょっとミノーでちょっと狙っていこうかなと。巨大なのが来てます。はい、何を投げようかな。ミノーだからスピンベイトがいいんじゃないかな。ミッキー、これこれスピンベイト、これちょっと投げていこうか。この辺はちょっとミノーで入れ食いになる。気をつけてね、これ危ないから。スピナーベイトは危ないよ。でも選べや自分で。右、これスピンベイト付き、はい、まあ、ちっちゃいので意味ないもんね。いや、ちっちゃいのでいいんじゃない、ミノーだから。これこれ投げようかな。 3D、 まあ、3D か。ゼンマ何を選ぶ、何しようかな。あ、それは、うん、サムルワーズ、サミング70。さあ釣ってね、壁をめがけて、うん、釣ってね、ゼンも釣ってよ。はい、ちょっと今回このね、私ワールドシャウラ、これ世界最強、これ今回5回目なんですけど結構使いやすい、うん、ワールドシャウラをちょっと舐めてました。ミノーなんでも着水とともに巻いてくる。ダダ巻きがいいですか船長さん。ダダ巻きでいいですよ。ダダ巻きでやっていきましょう。釣れたの。釣れた。何、え、1投目、何、ルアー、何、サムルアーズ、サムルアーズで、サムルアーズ一発。うわうわうわ、どれどれ、バレた。あー、すごい、でかい。あ、いいいいね。うわ、大きい、ブラックバス。うわ、一投で、いったー、ほら、ちょっといいね。自分負けずでやってきます。ちょっと自分もね、すれちゃうんだね。すれないうちに早いもん勝ち。すれちゃう、すれちゃう。魚、シーバスが。これすれるでしょ、このルアー。ちょっと手離して。いい、離すよ。待てよ。いい、いいったら離すよ。怖いな。これ持った気をつけて。
ミキド反応ある？反応ない。エンマが釣れて、魚も逃げちゃった。ちょっとミッキースピンベイト投げてんの？いや、何か分からない。あ、それ釣れるから釣れる。ミキ、ちょっと初めての海釣り、はい、取りましょう。はい、釣りましょう。ガチーっとなんで行かなくてこんのかって。えっ、どうした？ちょっとミッキー釣ってほしいね、はい、初めての海釣りで、はい、でっかい巨大シーバー作るかも。ああ、はい、頑張ります。ちょっと記録級を釣ってください。はい、来た、あそこ分かりました。あ、来た。いやいや、自分は最近お気に入りのね、この D ゾーンフライで狙ってみようと思います。 D ゾーンフライ強いからね、このキラキラ系で小魚と思ってもらって、シーバス君にちょっと今日巨大魚は逃げてるらしい絶対釣れない状況みたいなんで、これのグラッピーとこれでちょっと巨大カサゴ狙っていこうかな。5メーター50ぐらいですけど、投げたとか多分3メーター前後ぐらいですか。ちょっと茶貝さん、はい、釣ってください。わかりました。ワームなんで多分釣れると思います。これどこら辺に投げればいいですか？まあ、適当に、まあ、適当に専門反応あるか。1投目これもだいぶ顔増しといていいですか？でちょんちょんって、あのブラックバスみたいな感じでいいのかな。ブラックバスでここつけてくるような感じで、あ、当たった。あ、食っとる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 。テンション高いこの人。釣れた。あれあれ、これそうかな。釣れとる、巻いて巻いて。これ釣れとるのかな。いや、ビッグ。あー、来とる。来とる。よしよしよし。ちっちゃいちっちゃい。フレッシュ。やったよかった。一匹。粘る。めちゃめちゃ。キープしておこうか。はい、わかりました。これ食べたら美味しいんじゃない？フィッシュ。でもこれはちっちゃいから逃がそうか。逃がします。サイズがちっちゃいわ。フィッシュ。ナイスサイズ。ナイスサイズじゃないや。カサゴですね。あ、初めての海での魚。そうですね。カサゴ君。はい。ワームは何使った？グラッピーね。グラッピー。食った？大きい？まあまあでかいです。嘘、でかい？お、魚なんや？そこ釣ったんかな、これ。ちょでかいかでかいか。当たったんだよ、当たったんだよ今。ゆっくり巻いてゆっくり。これは違うな。根がかりかい。自分ももうそろそろ釣りますわ。もうデューゾーンフライはやめた。小魚狙いでいきます。ちょっと魚の引きを味わいたい。専門と絡んどるか。あ、釣れた釣れた。あ、バレた。なんでバレるの？あ、釣れた釣れた釣れた。よっしゃ、初フィッシュ初フィッシュ来た。ちょっとサイズはないけど、やばそうか。いや、待ってる待ってる。初フィッシュ初フィッシュ。よしよしよし、やった。茶がゆうさん並みに小さい。逆光ごめん。なんかビク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 だけど釣れました。ちょっと今日サイズが小さいのかな。これは何だろう、カサゴですから。これカサゴ、カサゴです。皆さん、やった、キャッチ&リリースしましょう。やっぱこのワーム強いわ、小ぶりで。 OK。 あ、かかった。釣れた釣れた、よしよし、釣れた釣れた。チャガイフどう？チャガイフどう？また一緒です。あー、サイズがちょっと今日伸びないですね。巨大魚、アリから見たら巨大魚かもしれない。いや、いいね、はい、これめったに釣れない魚ですよ。貴重な。本当ですか？はい、これかなり貴重な魚。いや、もう違うのを釣りたいんですけどね。いや、舐めちゃダメ、これカサゴ貴重なフィッシュですよ。専門反応ある？全くないよ。あの、グラッピーのフリーボールじゃない、やっぱり投げといてボールをね、もうフリーでダラーンとかしてボールで食う。あ、来た。あ、当たった。当たった当たった。こっちがおるよ、この辺がおるわ。あ、魚が跳ねた。今巨大シーバス来てるかも。あ、食った。あ、食った食った食った。ちっちゃい。ナイスタイ今回、今日こればっかりやな。
あ、俺も当たった。あ、ポイントに来てる。俺も当たった。あ、当たった。よしよし。あ、ぶれた。結構小さいからワームサイズでもデサーガーのでかいの投げてみたら。投げてみようかな。でかいっていうかちょっとだけ大きい。ちょっとこれワームが小さすぎてちっちゃいの全部拾っちゃうんかもよ。大群がおって。ワームが遅いと中まで食っちゃうからねこれ。食った？よっしゃ。釣れた？あ、ちっちゃい？ちっちゃい。あ、でも釣れてる。めちゃめちゃちっちゃい。釣って釣って。よし。今日一番釣ってない。一番釣ってないサイズ。めちゃめちゃちっちゃいです。よーしよし。数はあれですけど。これも、あ、ほっといた、食った食った食った。さあ今、あ、でかい俺の。俺のはでかい。でかい？これでかい。いや、今日最大サイズ。これでかい。チャガイフの方行って喋っとる勝手に連れとった。でかいとも知れてる。あ、バレた。うわー、今ここまでついてたよ。まあ、多分10センチ。あ、でもね、放置で釣れてた。ちょっとこれ波動が弱いんだよ。分かった、答えが分かったぞ。あれ、これはでかい。でかいか、マジか。よし、これはでかいぞ。よしよし、チャガイフ頼む。でかい気がする。よしよし、でかいっても知れとるやろ。知れてますよ。でもでかいやろ。さっきの、あー、でかい。よしよしよし、ナイス。巻いて、上げて、上げて。でかいでしょ。上げて、上げて、上げて、上げて。ほら、よかった。うおー、やったー、食べれるサイズ。おー、マジよ。ナイス、チャガイフ。プリプリ、言ってください。ブリップリってやつ、もう俺言いたくない。みんなが言え言え。これ美味しそう。やったー、これ持ち帰ろう。ちょっと引きが違ったもんで、25センチ。嬉しい。これならダークスリーパーの方がいいかも。これ高い、これでかいよ。じゃあ俺これ刺身で切れますかね。もういきますよ。結構サイズありますね。サイズはこれ30近いぞ。これ30はないけど。いやいや、これはでかい。これこっち？うん、これね、入れないんですか？めちゃめちゃうまいんですよ、カサゴって。うわやば、この巨大カサゴ。これはいいサイズだ。ほら。わあ、ちょっと気持ちかったな。ほら、これ食べます。ありがとう、ごめんね、カサゴくん。餌を食べて、もう10時、11時ぐらいの動かし方ぐらいで。ああ、なるほどね。あ、俺当たったかこれ。フラッピーとかいい、ね。当たった。やった。ちっちゃい、ものすごく俺のは。ちっちゃいこれは。10センチ。でも釣れてるよ俺。どれそこら辺投げてる。いや、適当にまっすぐ投げて。で、そこまで落とすイメージ。よっしゃ、ものすごい小魚だけど。釣れてる釣れてる。おお。うわー、危ない。やった。カサゴ。え、これちょっと違う種類。メバル？釣れた。チャガイフでかいの、またでかい。ちょっと稼いさおっつって。でかいの？でかくない。あ、ちっちゃい。子供やん。ちょっとこっち逆光になるからこっちがいいかな。ちょっと下向けて。よく釣れてるね。これ全部カサゴですか？カサゴでしょ。お母さん、カサゴですよね、これ。あ、線も落ちましたね。このサイズはちょっと苦そうですよ。え、釣れた？またちっちゃいの？これ苦そう。バレた。ちょっとサイズがね、皆さん伸びないんで、自分ちょっとこれでかいやつ。ちょっと針の軸はちょっとあのカサゴとかやるには太めだもん。合わせた方がいい。あ、そうですか。ガツッと合わせて。来たの？ちっちゃい。はい、自分はね、ちょっと皆さんよりも大きなは倍以上の。45ぐらいじゃない。釣れとるの？おー、ナイス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 。線こっちあって、光の下、もっと下下こっち。お、釣れてるよ。何匹目？あ、でもこれリリースサイズだね。まだ釣れた。うん、でかい。ちっちゃい。ちっちゃいサイズ？ちょ、ワームサイズ上げたら。ワームサイズを。俺ちょっとワームサイズを上げて、でかいのを拾っていこうかな。ちょっと自分はね、あの小さいのを捨てて、このレアリスのスモールラバジグ、これでちょっとでかいサイズだけ拾っていこうかなと。これで、はい、自分だけね、ちょっと背伸びしてスモラバ、このディオの、いくぞ。ちょっとまっすぐ投げるよ。おっしゃ。ちょっと俺釣らんとな。はい、でそこ取って、でまたチョンチョンとリップして、そこで止める。うん、あ、うまくいったもん。これ
あ、俺も本当言う通りで釣れた。でかいでかい。よっしゃ。でかい。今日俺一番でかいぞ。やっぱりワームがでかいから。よっしゃ。デュオのこのレアレース丸飲み。ちっちゃい。いやだけど これはいいね。デュこのルアーで釣ったことに意味があるよ。スモラバジグ。これリリースサイズ。でも丸飲みこれ。うわ一撃。やっぱデュオ釣れるわ。逃がそう。このねデュオのスモラバのねこのね V テルシャッドのジグ、これ釣れるわ。もう切っちゃって。全部これが釣れるんだよ。釣れるのこれ。ダークシーバーで俺まあめちゃめちゃでかいネタ感釣ったから。67cm 釣れんだよ俺。まあ、こっちでも釣れんかな。釣れるよこれ。ダークシーバー。ちょっとねでかいの狙ってこの。フットボールジグ、フットボールジグにこの必殺技、これででかいタケノコ40センチクラス狙おうと思います。ちょっと暗くて映ってないと思うんですけど、沖に10メーターラインをねフットボールジグで、今日ってやっぱあの10メーターあるもんね、ゆっくりめで、はい、途中でちょっとあの引っかかるとこあるんですけど、橋脚周りをダークスリーパーでね水深10メーター、橋脚結構ここでかい、めちゃめちゃでかいミノカサゴがいる可能性があるんで。お母さん釣れるとしたら何ですか。あ、クロソイ。さっきバレたのでかかったわ。でかかった。こんな口がこんな人間の顔よりでかいな。あ、それでかいわ。バレた。バレた。バレた。あ、じゃあテキサス知らないの。テキサス。テキサス覚えて。まあこのこっちルアーだったらこれこれ重り、これを糸通してこれ、あだからそれ外さないかな。え、これを通してこれテキサス、え、これ通るんですか。うん、そうそうそう、これこれしかないな。テキサス、これテキサス、ワーム進化とかない。そう、ちょっとこれね企業秘密なんですけどね、テキサスオーゼットフックそして小川さんおすすめのこれなんていうワームですか。これ企業公開して大丈夫ですか。これ大丈夫です。これネコギアのバグアンツってやつ。バグアンツ来た。チャガイバグアンツ知ってる。知らなくないじゃないですか。めちゃめちゃ釣れる。全く知らないですよ。これでやれば。高橋さん知っとるの。それは知っとる。バグアンツを持っとる俺家いっぱいあるよ。いっぱいある。使わんけどワームだけ俺世界一ワーム持っとる男言われて道具バザーやる。ラスト勝負今ね巨大キジハタ狙ってますけど、なかなか今日は反応がない。皆さんね、ちょっと今日の兆候いろいろやってかなり入れ食いなんですけど、このデュオのこれやばいですよ。これあの糸張りながら落としましたほうがいい。張りながら釣れた。釣れた。でかいでかいでかいの。これはまあまあでかいぞ。マジ。いやいや、あ、まあまああるから。あ、でかいでかい。よっしゃ、ナイス。専務チャガイフ釣った。専務がでかい。でかかさを。あ、大きい。え、ムラソイ、ムラソイ。あ、これは食べれるよ。これも持って帰ろう。2匹目今日でかい。よっしゃ。うわ、一発。やっぱグラッピー釣れるの。これ食べようか。ちょっと20センチあるから、ちょっとやらしてやらして、ちょっと俺もやらして。あそこの不思議だよな。これお父さんすぐ前から届かなかった。もう貼っといた方がいい。貼ったらすぐだって。釣れた。よっしゃ、グラッピー釣れるな。よっしゃ、これもいいカサゴ。このワーム釣れるな。でもこれそうや、立ててね、競争ちょちょんってやりながらゆっくり巻いたら来るわ。グラッピー、グラッピーナイスサイ。でかい。うわー、ちょっとわからんな。なんかでかい気がする。うわ、でかいか。ちっちゃいわ。オーケー。スモールサイズやで、ね、これあ、でも釣れた。よかった。釣れた。キラキラ。どうぞどうぞ。あ、まあまあでかいわ。うわー、いいカサゴ。あー、バレたバレた。痛い痛い。ここ指気をつけ気をつけ。ここからやめやめ。まだ来た。でかいこれ。50。うわ、カサゴ専務やるな。来た。釣りまくるな。やっぱりコツは何。もう落としてすぐ立てた方がいい。竿を立てる、うん、すぐ
すぐに立てて立ててで、水深どのぐらいで食ってんの？すぐだよ、そんなもん。あ、もうトップウォーターかやん。トップではないけど、まあ、つくかつかんかぐらいでも食ってくるかも。バグワグ来る？バグワグ、バグアンツ。カメラ意識しとったらバレとかない、今カメラ撮りたいから今粘っとったらバレだ。あ、ダメやった。うん、まあ、おそらくこれでかい。もっと引き取って、引きで引いて引いて引いて取って引いて、よし、これ一番でかいぞ。ナイスタイ、ついとついと、よしよしよし、うーわ、これはでかい。ボケちゃったよ。ちゃう、あの角のあそこ投げや、入れ食い。ピンボケしとる。20センチある。ほらほら、20。入りましょうか、入りましょうか、チャガヤさん。結構今日いい勝負したね、あの巨大魚との。巨大なの出なかったけど。いや、おばさんが竿を立ててって言われたら忘れなかったよ。最初のところ竿を立てて入れ食いやったよ。もうあのバラシのでかかったよね。でかかったね。うん、てかシバスを狙おう。まあね、メーター級のでかいやつ。ありがとう、みんな。また会おうぜ。マジか。はい、もう3人でね、300匹ぐらい釣ったんですけど、もうちっちゃいやつばっかりで今回で、も持って帰る、食べるやつだけちょっとある程度のサイズだけね、持って帰る。あとほとんどリリースしたね。俺も多分100匹以上釣ったんだけど。ああ、もう入れ食い。俺98匹やった。ああ、ただ全部持って帰ると資源の保護で、食べる分だけこんだけ 1,2,3,4,5 6匹だけ持って帰ると。じゃあこれ刺身で、はい、これが一番30センチ。これおすすめ料理、お母さん何ですか。これ3枚におろして骨を取って唐揚げ、唐揚げだか煮付けか。唐揚げうまいよ。ありがとうございました。また。はい。バレた。ごめん、こんなんやった。バレた。バレた。すみません、僕は準備が遅く遅くなったんで。ちっちゃかったの。ちっちゃかった。釣れた。ああ、行けました、行けました。やばい。よっしゃ。よっ。おお、よかった。最後の最後。おお、もう帰るところや。おお、でも。しかも超ミニバス。俺もバラしたけど、やっぱこの界隈でかいのおるね。やったよかったね。11センチ11センチぐらい。ナイスタイ、そんぐらい。来た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 。よし、ディーゾンフライ。さっき50とか言ってた、あれもそうだけど、35、6から30後半のはマジバラちゃった。これはまあ超チビバスだけど、さっきバラしたのも結構でかかった。35、6